国会議事堂、コシュートラヨシュ広場の西側に立つブダペスト、民族博物館、コシュートラヨシュ広場の東側に立つハンガリー農務省、コシュートラヨシュ広場の東側に立つハンガリー道乱の記念碑、コシュートラヨシュ広場、またはコシューと広場とは、ハンガリーブダペスト5区のドナウ川沿いにある広場である。広場には、国会議事堂とブダペスト地下鉄2号線の、 コシュートラヨッシュ広場駅が存在している。この広場は1820年にドイツ語でシュテキッシャーウスビント広場と命名されたのが始まりである。その後、1853年にはハンガリー語でテメェ広場ないし道義のドイツ語でシュタットショッパー広場と呼ばれるようになった。この名前は川の横にある低地である道地がその他の場所の地面の高さにまでゴミで埋め立てられていた。 ことに由来している。その後、1898年には、ウルスザーグハーズ広場と呼ばれるようになり、1927年には、コシュートラヨシュの名誉を称えて、現行のコシュートラヨシュ広場に改名された。19世紀後半には、大きな公共施設が、広場周辺に建設され、ハンガリーの象徴的中心となった。それを、最も象徴するのが、広場の西側に立っている。 国会議事堂である。また、国会議事堂に対面して、つまり広場の東側には、ブダペスト民族博物館や、農務省が建っている。第二次世界大戦後には一時的に、ドナウ川に、コシュート橋がこの広場からバッチャーに広場にかけて、かけられたが、1960年に解体された。現在では、橋のあった両側、つまり、ブダ川とペスト川双方に記念碑が建っている。 その後、1973年から2003年にかけての国民の祝日周辺の数日にはこの地には浮き橋がかけられた。2006年9月17日からのジュルチャーニフェレンツの再選に対する反対デモでは、同年10月23日までこの広場はデモ参加者によって選挙されていた。その10月23日には警察が非常線を張り、この状態は 翌2007年3月19日まで続いた。その後、被害に遭った部分を修復し、公共に開放されている。しかし、この広場は国会によって1944年以前の姿への修復工事を行うため、時期に閉鎖される予定である。国会議事堂の正面には、古州虎吉記念碑と乗馬姿のラーコーチフェレンツニセイの像。 そして1956年のハンガリードーランに対する記念碑が立っている。ヨーセフ・アッピラの近代的な像は国会の南に彼の印したし、ドナウの脇を記名し存在している。その像では彼は川辺に座っており、これは彼が実際に水際からは遠く離れた草地に座っていることに由来している。広場の周辺は完成な場所であり、 多くの省庁や裁判所、オフィス等が居住地の横に立っている。リコンストラクション・オブ・ブダペスト・エス・カサス・ TA ・アール・ゴーズ・アヘッド。ありがとうございます。